はい。大はピアラブです。イルミナティ、ディープステートは、総理大臣、大統領に、ちょっと、抜けている、おバカキャラの人を、好んで、徴用していると思います。日本では、森吉郎総理や、 菅総理などがそうですね。森吉郎さんは今も問題発言で話題ですが、昔から問題発言をしまくっていますよね。菅総理も報道ステーションでありとあらゆる工作をと 暴露していましたよね。二回目の緊急事態宣言の時も、まだ発令前なのに、発令しているかのような間違いをされていました。さらに、自分の名前もガースーと間違えていました。アメリカを見ても、 ブッシュ大統領も体育会系のおバカキャラでしたし、バイデンさんに至っては民主党が米国史上最大の有権者不正組織を構築したと大統領選挙の不正を認めてしまうような失言も されていましたよね。バイデンさんもね、間違いなく、このおバカキャラの系譜の人ですね。芸能界を見ても、藤田ニコルさんや、里田舞さん、木下ゆきなさんなど、おバカキャラで人気でしたよね。 このように、イルミナティは、意図的に総理大臣や芸能人に、おバカキャラを配置しているのではないかなと思います。これは、イルミナティが抜けている人、おバカキャラが好きなのか、はたまた何か別の意図があるのか、 そこまではまだわからないです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。